ともえは、木曽義仲の愛人である女武者、ともえ御前を主人公にした能楽作品。作者は、関ん小次郎信仰とする古書もあるが不詳。女性を主役にした修羅能は、これが唯一の作品である。旅の僧が、琵琶湖畔で、わくありげな里の女に出会い、その地位が木曽義仲の終焉の地であることを知る前段。 里の女が義仲の愛称で家臣でもある、ともえ午前の亡霊であるとわかる魔境言部分、ともえの霊が義仲と最後を共にできなかった無念を語り、女武者としての奮闘を舞う講談からなる。登場人物、木曽の山奥の僧が、戸に登る途上、大見国く合わずの腹の社で休んでいると、里の女が登場し、神前で涙を流す。不思議に思った僧が訳を尋ねると、 何事のおわしますか柱ねども片付けなさに、涙こぼるるというフルータを弾き、神様の前で涙を流すものを不審がられるのはおかしいことですと答える。そして、僧の生まれ在所を尋ねるので、僧は基礎の参加と答えると、それなら、ここ、合わずの腹のことはよくご存知でしょう。基礎吉中のご霊がここにおられるのですから、と告げる。僧は吉中の霊にぬかづき、 ここに一夜を過ごして今日を読もうという。入り合いの鐘が鳴り、不思議な雰囲気になった時、女は、私の名前はこの里の人にお尋ねなさいと言って草の中に消えていった。登場人物、そこへ、今夜の神事にやってきたところの者が登場。そうは、木曽義仲のこと、友恵のことを語ってくれと頼む。 里人は、樹永2年の夏に旗揚げした、木曽義仲がこの地で果てるまでの戦を語る。木曽殿は、山吹ともえという二人の女武者を連れていたが、ここに来る前に山吹は、内死にに、美目美しく、武力一際優れたもえは、最後の七期になっても突き従っていました。しかし、木曽殿はもえに向かい、自分はここで内死にする決心だが、最後まで女を連れていたと言われては、 松代の恥。故郷に帰ってこのありさまを語れと命じたのです。友江は、その命令に反抗することもできず、せめて戦ってからお別れしようと、遠海の住人内伝のサブロー以下三十期を相手に選び、内田サブローの首をねじ切って、基礎伝に見せ、鎧を脱いで行方知れずとなりました。その後すぐに、基礎伝もここで果てられたので、村人たちで誇らを立てて、 お祭りしているのですというのである。そうは、先ほどの若い女性のことを話すと、それはきっと友への礼であろうとところの者は述べ、経を読んで供養することを勧める。月岡工業農学図二250番、登場人物、日もとっぷりくれ、そうが経を読み絵光をしていると、一声という笛の音に合わせて、なぎなたを携え甲冑をつけた女が現れ、 宋の読む教の力で成仏できるであろうと喜ぶ。宋が甲冑を着た姿を怪しむと、女は自分こそ女武者、友絵であると名乗り、女の身上、義仲と最後を共にできなかった恨みが成仏を妨げていたのだと、義仲との思い出を語り始める。五万期の軍勢と共に、基礎いで立ち、栗から、 峠の戦いにおいても誰にも先を越されなかったが、基礎伝の運は尽きて、あわず屋の草の炉と消えてしまわれた。あれは、むつ月の冬空、雪のまだらに消え残る中、馬を頼りにと落ちられたが、ここで他の白氷を踏み破って、馬が進めなくなり、吉中殿は立ち往生してしまわれた。私は殿に駆け寄って、深手を追っておられることに気づいた。代わりの馬にお乗せしてこの松原までお連れし、 ご自害なさいませ。私もお供をと言うと、お前は女だ。逃げる道もあるだろう。この小袖を、ふるさと基礎に届けようとおっしゃるので、涙ながらに、殿の元を去った。こうして、小川を離れたもの、の、見れば、敵の大勢が、あれは共へか、女武者と攻めてくるので、一戦交えられるのも嬉しく、薙刀なたを短く持って、少し躊躇しているふりをすると、 敵は調子に乗って切ってかかる。それをこのなぎなたで四方を払い、八方を払って敵を追い払ってしまったともえの歌いは、途中から自由体に引き継がれ、立ち回りを表す、しての舞い働きになる。北みのるによる、ともえ、森岡劇場での演能を激しい舞いを終えて、なぎなたを捨て、ともえはさらに語る。殿のおられたところに立ち返ってみると、すでにご自害、 この松の根に頭を預けて横たわっておられる。そこに、先ほどの小袖があったのを、私は、泣く泣くたまって、その場を立ち去ろうとしたのだが、立ち去りがたく、どうしようもなかった。しかし殿のご遺言ゆえ、琵琶湖のほとりで静かに鎧を脱ぎ、お片身の小袖を引き担いで、基礎の里目指して一人落ちていった。この後ろめたさの終身を弔いたまえ。と、僧に向かって合唱し、 脳は終わる。ともえは、平家物語末期の旧、基礎の最後に基づいているが、内容的に相違がある。まず、平家物語では、吉仲は、死ぬ時まで女と共にしては、恥として、ともえと別れるが、本作ではともえを生かすため、小袖を故郷に届けさせている。また平家物語では、吉仲は自害する前に増票に、いられて、最後を迎えるが、本作では、 自害を遂げている。ありがとうございます。